さあ始まりました、ギャルノート。深夜の音楽番組が大好きで絶対に出たい荒川が、音楽の知識も経験もないけど音楽について熱量のみで語る企画。さあ、イエーイ、大吉です。今日のゲストはプードルの山下英吉さんです。カフェ巡りが趣味というギャルな一面もあり、音楽大好きということでいろいろ聞いていきます。ピース。ギャルノート、あ、ギャルノートっていう番組なんですけど。あ、ギャルノートって、あら、エルフの YouTube チャンネル、はい、の中のギャルノートっていう番組です、これは。あ、あの、チャンネルは、チャンネルは、チャンネルはギャルジャパンですけど、あ、その中の、中の、中のギャルノートっていう会社はお伝えしてください。あ、わかりました。もう、じゃあ、はい、今回は熱く語りたいと思います。はい。はい、テーマに沿って、はい、あの、曲をちょっと紹介していただきたいというか、語ってほしいなって思ってるんですけども、はい。はい、まず1個目の、テーマは、自粛の間中に散歩に出かけるじゃないですか。散歩、たまにね、やっぱ落ち着いてきだしたら外は出ますよね。うん、はい。で、散歩とか行くときに、うん、こう、イヤホンでやっぱり音楽を聴きながら、こう、うん、気分転換に歩いたりとか、するときに一番聴いた曲。はい。教えていただきたいなと思いまして。なるほど。はい。これ、まあ、一応ちょっと事前にそういうちょっとテーマ聞いて一応まあ決めてきたんですけど。ありがとうございます。いや、その、やっぱりこう、いっぱいあるやん、いい曲って。はい。で、こう、なかなか決めきれへんなと思ったけど、でも決めなあかんしなと思って一応決めてきたんですよ。はい。ただ、散歩って言われてんけど、はい。一応自分の中で、昼の散歩と夜の散歩の2バージョン考えてきて。じゃあ、昼からお伺いしていいですか？いいですか？はい。昼。はい。くるりのロックンロール。知らないです。くるりってバンドは、荒川ちゃんはご存知ない？聞いたことあるぐらいで、ああ。っていう感じです。その、くるりっていう、地元僕一緒、京都のバンドで、くるりっていう。はい、はい。でも、20年以上やってるめっちゃベテランのバンドなんやけど。はあ。はい。で、それクルリって曲、バンドの面白いのが、その、時代ごとに全然やってる音楽が違うのよ。え？その、ほんまに、最初はすごい、ロックというか、99年ぐらいにデビューしちゃってんけど、メジャーデビューして、ロックで、はい、まあ普通にバンドっていう感じやねんけど、なんか途中ちょっとなんか、いわばクラブミュージックみたいなの行ったりとか、とか、ダンスミュージック行ったりとか、そのなんか、はい、ちょっとなんかオーケストラでやったりとか、ヒップホップやったりとか、すごいね、なんかいろんな、もう音楽が好きすぎていろんな突き詰めてみたいな。あ、なるほど。はい。で、そういういろんな音楽をやってるくるりが出した曲の、この僕がおすすめの曲のタイトルが、ズバリロックンロールって曲やねんけど、はい。その、またその原点に戻ったというかくるりが。で、すごいね。なるほど。イントロから最高やで。イントロからギターでジャーンって始まんねんけど。はい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 。もうそれが、なんかこう、一日今日始まって元気にこう迎えるぞみたいな感じがすごい出てんの、イントロから。すいません、質問いいですか？はい。その20年やってて、そのロックンロールっていうのはいつの時代に初期なんですか？その、最新なんですか？ロックンロール、結構最初の方やけど、でも、その時点で、その、アルバムが、ロックンロールが入ったアルバムの一個前が、ほんまに電子音とか使ったそういうダンスミュージックとかを取り入れたアルバムで、それが、わ、すげえ路線変わったなって言って、次その路線に行くんかなと思いきや、また、なるほど。っていうのを、一発目がそれで、はい。めちゃくちゃかっこよくて、で、この歌詞自体は、歌詞の内容自体は、ちょっと切ないというか、うん。なんか多分、くるりの歌詞って結構分かりづらいとこが多くて、その、まあ、その、なんていうの、人に考えさせられるというか、その、聴いてる方がこういうことかなってそれぞれの解釈させるような曲が多いんだけど、はい。このロックンロールって曲が、なんかすごい、多分大切な人が死んだ曲やん。おー。で、その人が、こう、そういう悲しい、そういうことをして、大切な人が亡くなって、その、辛いけど、前を向いて歩いていこうっていう、前を向いて歩いたその先に青空が広がったみたいな曲やねんけど、で、その、すごいなんか前向きに歩いていこうっていう、だからその風景もめちゃくちゃいいし、で、ほんまに最後の、2番のサビかな、で、
晴れ渡る空の色、晴れ渡る空の色って出てくるんだけど、だ晴れてる日とかに聞いたらもう最高というか。あー。そう。そう。ほんまになんかそのテンポもすごい良くて、散歩のテンポにちょうどいいというか。あー、そう。なんか最初の、一番最初の歌詞が、進め、ビートは刻む、みたいな。はい。その、ビートだからドラム、だから8ビート、ドラム、バンドのそのドラムの音に合わせて、こう足をこう踏み鳴らすみたいな感じで。なんかほんまになんか気持ちいい。なんか音も気持ちいいし、なんかこう一人でイヤホンで聴いて散歩してたら、こう、なるほど。気持ちいいけど、しっかりそういう思いとかもあって、はい、テンポも良くてっていう感じ。そうだ、いやな、そうそうそう。なんか電車とか乗ってる時も良さそうですね。移動多いじゃないですか、若手芸人。そうでね。そうね。で、めっちゃいいとこ気づいた。めっちゃ、いや、クルリっていうバンドの曲が、俺めっちゃいいなと思うのが、電車にめちゃくちゃ合うというか。あー。ほんまに、あの、たまにない?たまにさ、あの、まあ、もちろん外歩いてる時もそうやけどさ、イヤホンで、あの、晴れた日にさ、めちゃくちゃ太陽さしてる、その電車の車両の中でイヤホンで、お客さん少なめんとこで聞いてて、ちょっと自分がその PV の主人公だったみたいな。え、なんか、わかります。わかるよね。わかります。そう。あれが、この感じ普段熱弁したらむっちゃ惹かれんね。嬉しい。嬉しいわ。ようこそ。嬉しい、ありがとう。まだドアあるじゃないですか。うん、うん。あそこでこう見てる、見ながらとか、めっちゃなんか PV っぽいなとか思っちゃいます。そうそうそう。なんかこう、別に用ないのに、こっち向いたりするような。なんか、こうイヤホンつけてて、みたいな。いや、それが、その、くるりの曲が、そういうのは合ってる曲がすごく多くて。あー。と、本当になんか切なくなるというか、なんかこのまま電車に揺られてどこまでも行ってしまいたいって思うような曲が多い。うわー。そう。だから、そう、ロックンロールもまあ全然電車の中で聴いてもいいけど、散歩ってなったら歩きながら聴いたらすごい心地いいかなっていう。すごい。はい。昼これかな。1位クルリのロックンロール。せやな、うん、そうやわ。まあ、なんかもっといっぱいあんねんけど、うん、全然昼はそれで。え、英吉さんはあの毎回同じ曲をさ、イヤホンつけたら、そんなことないな。バラバラ派ですか？バラバラ派だから、うん、よくだから広く浅くっていうディスられるのはそこかもしれない。どんだけディスられてきたんですか？うーん、夜の散歩の音楽も教えてもらっていいですか？はい。はい。僕がおすすめする夜の、散歩に合う曲は、はい、ラッキーキリマンジャロの、一人の夜を抜けです。エモそう。これね、いや、これね、どっちかに分かれると思うね、夜の散歩って。はい。多分その、ちょっとしっとりか、まぁ、ちょっとこう、アゲアゲというか、ノリノリというか。で、このラッキーキリマンジャロの一人で夜の抜けっていうのは、どっちかっていうと、ちょっとアゲアゲ系というか。あ、そうなんですか。この、でも、ただ、これめっちゃいいの。この一人で夜の抜けっていう曲の、PV、ミュージックビデオ自体が、その、バンドのボーカルの人がイヤホンつけて、外の夜を歩いてんねん。こうやって。あ、ほう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 。そう。で、外の夜の道を、歩いてて、もう、まあ、それがもうほんまにこの曲を表してるかなっていう、ほんまに。だから、すごい、だから、いろいろこう、もやもやとか抱えてあるけど、もう、音楽を聴いて夜の道歩いたら、もう、自分だけの世界に浸れるよね、みたいな感じの曲。それはバンドですか？どう？バンドやねんけど、ラッキーキリマンジャロっていう、確か6人組かな、バンドやねんけど。ただ、この人ら、普通のバンドというか、どっちかっていうと、ダンスミュージックやねんか。だから、ほんまに、クラブで流れてるような縦乗りの曲というか、ほんま。はい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 。やけど、チャラいっていうわけじゃなくて、なんか、やってるメンバーもなんか、ちょっとみんな、ちょっと言い方悪いけど、ちょっとおとなしめのメンバーというか。はい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 。だから、その、チャラいもんではなくて、その、そういう人たちが奏でるなんかこのダンスミュージックっていうので、なんか、すごい、歌詞とかもそんなに、なんかすごいなんか面白い。なんかその、アゲアゲやねんけど、言ってることはなんかすごい、おとなしめというか。
そう、なんか、だから、めっちゃ好きな曲にハウスって曲があんねんけど、はい。あの、むちゃくちゃノリよりやねん。ほんまにもうダンスミュージックやねんか。だから、ギャル好きかわからんけど、その、EDM とかってあるやん。その、クラブで流れてるような。はいはい、はい。EDM って、はい。EDM って特徴は、その、A メロ、B メロあって、サビで歌詞がないやん。こう、はい。で、で、てーんみたいな、なんかそっち系ですよね。よく、なんか、例えば有名だったら、昔、ちょっと前やけど、アディーチとか、Z とか、はいはい、ああいう人だって、こう、サビの部分で踊らせんねんな、EDM って。はー。だから、てん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 すごい機能的に計算されて作られてるんだけど、だけどすごいサビに歌詞がないねん。で、ラッキーキリマンジャロもこの曲に関しては違うねんけど、他の曲とかはもうそういう曲ばっかりで、いわゆるそのサビの部分が歌詞がない、まあドロップって言うんだけど、ここで踊らせるみたいな感じの作りになってるねんか。はい。だから、すごい、でもそういう曲を、チャラい人じゃなくて、おとなしめの我々、文化系の我々がやってますよ、みたいな。だから、別にそういう人たちも踊っていいんだよっていう、なんかこの、めっちゃいいですね。そう、ダンスミュージックの、のこう許される幅がすごい大きく提示してくれてるというか。そうなんや。全然知らなかったです。だから、ラッキーキリマンジャロ好きなのはそこやな。なんかそういう人たちでも聴いていいんだよって感じやし、で、この一人の夜を抜けっていうのはもうとりあえずその夜、イヤホンでつけて一人で盛り上がってこう乗れるみたいなでぴったりかなっていう。もうその夜の街ももう音楽が一個になってまうってことですよね。前言ったらその通りです。いや、ありがとうございます。これがギャルノートです。よろしくお願いします。ありがとうございます。これがギャルノートでした。よくないけどありがとう。全然言い残すことがあればどんどん言ってくださいね。いいの。その昼と夜もう一曲ずつ考えてきてる。あ、どうぞどうぞ。いいよ。昼の散歩は、ほんま最近のアーティストやねんけど、チェルミコっていうヒップホップの。はいはいはい。お名前聞いたことあります。チェルミコのラブイズオーバーって曲やねんけど。へぇー。はい。チェルミコの、これもう失恋の曲やねんけど、なんか、失恋も、これも失恋したけど、前向きに行こうぜみたいな曲で。曲調がすごい楽しい感じで。で、もうほんまに一発目の歌詞がもう、さあ、パジャマを脱いで、あの街へと出かけようって言うんだけど、はい。ほんまにまさしく朝起きてパジャマ脱いで、ああ。そして街に繰り出すぞみたいな意味では散歩かなっていう。だから、ヒップホップで、まだロックとは違うけど、うんうん。結構楽しく。で、まあ、チェルミコって女性二人組の、アーティスト、ラップユニットやねんけど。あ、ラップユニットだよ。そう、ラップね、ヒップホップで。だから、ほんまに、雰囲気は、パフィーとかわかる。パフィー、はい、わかります。ちょっと、ゆるい感じで、二人ともビジュアル良くて可愛いねんけど、ラップめちゃくちゃ上手いみたいな。へぇー。かっこいい。だから、かっこいい。でも、ただ、ラップでかっこよさも演出できるし、可愛い女の子やから、歌詞とか歌で、可愛い女の子の曲も歌えるみたいな、めっちゃ最強やねんけど、これもいいかな、昼散歩で。楽しくなれちゃうんですね。楽しくなれちゃう。そう。だからたまに、俺も聞いてて、その、女心の歌とかが多いから、ちょっと女の子になっちゃう時もあった。どういうこと？いや、ちょっと、もうなんでそんなんしたんみたいな。はいはい。もう、好きちゃうのにせんといてよ、みたいな、あるやん。はい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 。一旦聞かせてください。お前弾いてるやんけ、おい。夜の曲もお願いいたします。夜、いいですか？夜の曲、もう一曲は、僕の好きなバンドで、ヨギーニューウェーブスのクライマックスナイトっていう曲です。初めて聞いた。これも、ヨギーニューウェーブスっていう、俺と同い年ぐらいの世代のバンドの人たちで、これ確か2014年かなんかの曲やねんけど、
この曲、俺なんかそう、シティポップ好きってこう、周りからも言われるし、めっちゃ自分でもそう思ってるけど、なんかこの曲がその、なんかシティポップっていうのに入ったきっかけとなった曲かなっていう。なんか、そう、それ、なんかバンドとか好きやってんけど、いろいろ。聞いてて、あ、この曲に出会って、なんかこの人たちがシティポップって呼ばれてるってことをそれで知って、あ、めっちゃいいなって思ったのがこの曲で。で、これも、一緒なんよ。結局、ミュージックビデオが、夜の東京の街を歩いてる一人で。はぁ。なんか、これは、ノリノリではなく、しっとり系。へぇー。これはもう、特にほんまに夜聞いて、特にもう、大阪でもほんまに御堂筋とか、心斎橋あたりを夜、一人でイヤホンつけたら、主人公になれるかな。コーナーで大丈夫？めっちゃ最高です。マジっすか？これでした、私がやりたかった。まあ、散歩の時、私、どっちかって言ったら、もう、ほんま、同じ歌めっちゃ聞くタイプなんですよ。なるほどな。うん、もう、決まってるみたいな、プレイリストも決まってるみたいな感じで、ゾックっていうアイドル。あー、最近すごい、ね。すごい大人気なんですけど、ヒアルロンリーガールっていう歌なんですけど、私はめっちゃゾックのライブずっと行ってるファンの方とかじゃないので、ただほんま熱だけで、ファンの方ほどは多分知らない、知らないので、うん、その愛のね、この歌聞いた時の衝撃がエグすぎて、うん。もうずっと聞いてまうみたいな、はい。これは昼散歩？もう私両方同じのをずっと聞くみたいな。あ、もうこの一曲を、ヒアルロリーガールをめちゃくちゃ聴いてんやん。あ、違います。自分の好きな歌を。あ、プレイリストをね。はい。はい、はい。まあ、その時の、まあ、落ち込んでたりとかしてた。あ、落ち込んでても聴くかもな。その、もう、それぐらい、なんか、すごい可愛いんですよ。なんか女心的な。めっちゃ声とか、テンポとか、PV の、全員違うドレス着てて、それぞれの国のお姫様みたいな。うん、ああ感じで、やけど、その歌詞のパンチがエグいから、こっち聴いてる側がぐちゃぐちゃなってくるんですよ、本当に。可愛いし、ああこう、綿菓子でずっと胸刺されてるみたいな。ただのナイフじゃなくて、ちょっとふわふわやから。はい。綿菓子で重くそう、心臓、ブシって射抜かれるぐらい、ってなるんですよ。こう、あの人、まあ、あのゾックさんが言うから可愛いんですけど、もう、なんか、おかげさまで今日も可愛いとか、ああ。その、はあはあ、なんていうんですかね。ちょっと、うん。君を注入して可愛くなりたい。ヒアルロン、ヒアルロン、ヒアルロンリーガールって言うんですけど。その、あ、結構うまいこと言ってんな、めっちゃ。その、うん。お姫様否定されても闇なんか出してあげないみたいな歌と歌詞とかがあって。そう、やむんでしょみたいな、そう、なんていうんですか、ね。ああ。じゃなくて、そんな言わんし、可愛いし、みたいな、なんていうんですかね、もう。あ、たくましい感じやね。そうなんですよ。めっちゃ甘いのに、めっちゃたくましいんですよ。だから、ちょっと可愛しく見えて、弱そうに見えて、病みそうに見えるけども、私はたくましいよっていう。違うよって。それがまた可愛いんやんな。それで、私も頑張ろうみたいな、なんかすごい、こう、イヤホンやったら自分の世界になるじゃないですか。ああ。それで歌詞でガーンって持っていかれたのに、君を注入してっていう可愛い言い方のところで、うわーってなるんですよ。あ、もう、すごいな。このたくましさ、かっこよさとこの可愛さのバランスがすごいな、この。なかなかこう取れないじゃないですか。こう、クール系で、ガンっていう曲も私好きなんですよ。かっこいい女性が、ガンって強めなことを言うっていう曲も好きなんですけど、はい、はい。こん、フリフリのドレス着た子に重くそガシャーンってこう、ブシーンってこう、射抜かれて、はい。ってなる。ですよね。めっちゃ可愛くて。刺された後のハーハーめっちゃリアルやねんな。もう、ほんまに、もう、歩けなくなるんですよ、もう。可愛すぎるってなって。いや、もう散歩できないよ。散歩、曲良すぎて散歩できへんくなってる。あかんってなって。うん。ってなるぐらいもうめっちゃ好きで、PV も可愛いし。最近めっちゃ聴いてんやん、それを。聴いてます。この歌が最高と思って。こうみんなが、でもそれって結局みんながどっかで思ってる奥の部分をこう、引っ張って、なんかこう、雨でどつかれるみたいな、なんていうんですかね、なんかこう。もう衝撃的でした、私も。すごい、最高で。最高。はい。なるほどな。あ、そう。だからまあ、女の子のたくましさを表現してくれてるというか、分かってくれてる感じかな。
こう、女が聞いて。はい。ただの共感じゃなくて。ああ。なんか。気づかされる部分もあるというか。はい。なんか、あ、こんな私でもいいんちゃうかなって。ああ、なるほどな。あ、そうなんや。めっちゃでも自信持てるような。はい。っていうのが私の。なるほど。いいですね。熱いですね。すごく。もうこういう話をする機会がない。いや、ちょっとね、僕、その、漢字が分かってなかったから。はい。ちょっとその熱い感じで来られたら僕もちょっと熱なってくる、それは。いや、ほんまにほんまに。全然好きに喋っちゃってください。いや、マジで。ちょっとその感じだったら俺ももっと熱く喋ろう。え、全然。はい。